公益社団法人第日本法徳社は、法徳を信条とする同志の団体で、社員みんなの協力で実現し、さらにその行動を広く社会一般に及ぼしてゆこうと、する公益社団法人。淡山沖縄記念法徳図書館本社所在地は、静岡県掛川市掛川1176番地。2001年からは、元掛川市長の新村淳一が社長を務めている。 元静岡県教育委員会所管の社団法人、現在は内閣総理大臣認定の公益社団法人。二宮尊徳の弟子である岡田佐平次が設立した東都海国法徳社を起源としており、法徳思想の普及活動などを行っている。法徳思想とは小田原藩画老家の財政改革や、 下谷国桜町の農村復興運動を指揮した二宮尊徳が自身の思想を体系化した経済学説思想の一つである。第二本法徳者の下部組織として全国の各地域各職域に社団法人として法徳者が設置されており、第二本法徳者はそれらを統括する最上位組織として位置づけられている。皇室との縁も深く昭和5年には 昭和天皇が第二本法特社の本社に行行した。また、昭和13年、有栖川宮家の邸宅が宮内省から貸しされることになり、東京府東京市から第二本法特社の本社に移築されている。第二本法特社は、掛川城すぐ東側、江戸時代までは、掛川藩市の屋敷があったとみられる場所に立地しており、陶器面積は4019.81。 平方メートルである。経緯と時期は不明だが、廃藩知見後に、岡田佐平寺の子良一郎が始めた掛川農学者の所有地となり、現在大行動のある場所には、農学者学寮が建てられ、周辺にも無人造舎土蔵などが建てられた。明治17年5月、この農学者が、東東海国宝特者の第三管となり、農学者の演説会などが行われた。 明治34年9月25日、見つけの第二巻で行われた、東都海国法徳社幹事会において、掛川の第三巻に公会堂を建築することが議決された。これにより、公会堂が建築される。明治44年、両一郎は、東都海国法徳社を全国的な組織とするため、第二本法徳社と解称、本社を掛川に移す。 大正13年には全国約700社の法徳者が大合同した。昭和初期にかけて敷地内に法徳図書館、青具特館などが建築され、現在に至っている。また、紀北学者はもともと明治10年に岡田良一郎が自邸に開いた私塾であったが、明治32年に建物がこの地に移築された。静岡県の有形文化財に指定されている。 なお、岡田の開いた、帰北学者は、後の静岡県立掛川西高等学校の、源流となっている。大高堂大広間、大日本報徳社の中心的な建物である。明治35年1月に寄付金募集に着手し、約半年で寄付金が1万円以上に達し、同年7月1日に寄稿式を行った。翌年4月5日に竣工し、 落成式が盛大に行われている。建築当初から大正年間には公開堂と呼ばれていたが、昭和の初期から行堂と記されることが多くなり、現在は大行堂と呼ばれている。志向は地元業者の馬場組による。建物は木造2階建て正面は9軒、奥行きは7間。入りも屋造りで屋根は瓦吹きだが、窓の上部が半円形になっている。 装飾が施された円柱があるなど、伝統を重んじながらも、積極的に洋風を取り入れようとした、当時の洋風化への時代を反映した建築となっている。総工費は1万1629円17千三輪。内部は坑道となっており、奥に右から先生殿、洗脳殿と額がかかっているが、これはそれぞれ二宮尊徳、佐藤信弘を祀ったものである。 会場は月一度行われる、法徳思想の強化と普及を図る上階の会場として使用し、現在に至っているが、その後も法徳学園の講義室や結婚式場として利用されてきた。修理、調査、文化財指定など、昭和36年、施設の充実、整備を図るために大修理が行われ、昭和52年には、 結婚式場としての改装が行われている。また、平成16年から19年にかけては、建築から100年はあまりの歳月を経て、痛みが激しくなったことに加え、防災対策が求められるようになったことから、事前の大規模な調査を経て、本格的な解体修理工事を行った。工事では当初材は極力利用に努め、普及、破損部は補修を行った。 平成21年6月30日、大行堂は国の重要文化財に指定された。正門明治42年2月に建設された。加工岩製の2本の門柱からなっており、右に道徳門、左に経済門と告示されており、道徳と経済の調和した社会づくりを目指す法徳の教えを象徴している。道徳門と経済門の名は、 宝徳の教えの中の天地の徳に報いるには、うちにあっては天父の良心を養成し、外にあっては天地の恵みである作物の育成を助けることである。に由来する。行徳記念館、青具徳記念館は、明治17年、アリス川の見当たる日と新郎邸として建てられたものの一部であり、昭和13年に第二本法徳者に貸しされ、現在地に移築された。 正面14.5軒、奥行き3軒の本体に廊下が取り付く、木造平屋寄せ棟造り三河原武きの建物で、延べ床面積269.42平方メートル。右側面は、吹き放しの板張り廊下で大行動につながる。行徳学寮明治17年春行の有リ川の宮邸の一部であり、同37年からは、霞ヶ関離宮の一部であった。 大正13年からは、提出林野局仮庁舎として使われ、昭和13年に第二本法特社に移築された。ありがとうございます。